安子暴言騒動のフワちゃん、非公感度タレントがテレビに出続けられたわけ。元キー局プロデューサーが解説、おじさん番組のサーキュレーター。芸人の安子25に X、旧ツイッター上で暴言を投げつけた問題で、お笑いタレントのフワちゃん、年齢非公表がタレント生命の危機に陥っている。発端は、安子が8月2日21時頃、X に、 安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝です。と笑顔と拍手などの絵文字をつけて投稿したポストに対し、4日の午後までにフワちゃんが反応したことだ。フワちゃんは、X でお前は偉くないので、予選敗退です。という言葉ともに、抽象的な言葉を投稿。汗をかいた顔と拍手の絵文字をつけて、安子のメッセージを引用リポストしました。 さすがにまずいと思ったのかほどなく削除しています。しかし、フォロワー数が110万人近くという影響力は大きく、あっという間にその投稿のスクリーンショットがネット上では拡散されました。ウェブライター。もともとタメ口キャラで遅刻常習犯など、その言動の奔放さが特徴のフワちゃんだが、この強い言葉は、言っていいことと悪いことがあるとして X 上で応援状。 安子は炎上騒動が起きた日の夜、何についてかは言及せずに、とっても悲しい、とだけポツリとつぶやき、それから20分ほどして、フワちゃんは、言っちゃいけないこと言って、傷つけてしまいましたご本人に直接謝ります、などと謝罪したものの、波紋はしばらくやみそうにない。影響を受ける形で、8月5日深夜の日本放送、フワちゃんのオールナイト日本ゼロ。 は放送中止ふわちゃんが出演中の Google Pixel の CM 動画も現在、すべて公式 YouTube 上などからは非公開になるなど、各所が対応に追われているが、X 上には、今まで出続けてたのもおかしい。前々から思っていたことだけど、テレビは何の誰の需要があって、ふわちゃんをテレビ起用してたのか意味不明。 の放しにして出演させていたテレビ局にも責任ある。など、これまでフワちゃんを起用し続けてきたテレビ界へ疑問を発する視聴者の声も多い。X 上の指摘にもあるように、なぜフワちゃんはテレビ番組やラジオ、CM で引っ張りだこになったのか、その前に、いつから様々な番組で見かけるようになったのか。フワちゃんは大学在学中からお笑い養成所に通っていたのですが、 泣かず飛ばず。そんな中、テレビ出演を目指す自己 PR の場として、テレビディレクターと一緒に2017年に YouTube チャンネルを開設し、さらにその翌年に YouTuber デビューすると、その底抜けの明るさやぶっちゃけキャラ、ポップなセンスが大受けしました。19年には、地上派の番組に半年で100本以上の出演を果たし、 20年のユーキャンシンゴ流行語対象ではトップ10にランクインしています。前室のウェブライター。しかしその後、フワちゃんのあけ透けな振る舞いは活動の幅が広がれば広がるほど受け付けない人が増えていく。さらに、フワちゃんの大御所を呼び捨てため口生放送中にあくびといった態度が明らかになっていくと、好感度は下がる一方、次第にもういい出過ぎなど、 お腹いっぱいになる視聴者が続出した。各課にルールや礼儀が守れないとなれば一般の社会人としてはアウトであろう。なのに、なぜテレビ番組ではフワちゃんは起用され続けてきたか。閉サイトはフワちゃんとも仕事をしたことがあるという元テレビ朝日プロデューサーの沈め博道氏にテレビ界の事情を聞いた。沈め氏はフワちゃんは テレビのおじさん的に便利だったという。日本の情報番組やバラエティ番組にはおじさんと若い女性という構図があります。そもそもテレビ界のトップやキャスティングの決済を握るのは大体おじさんで、看番組を持っているのもほぼおじさんタレント。おじさんがおじさんをメインに据えた番組を作っているわけです。ただおじさんだけだと花がないということで、 女性のキャスティングを考えます。その場合、女性がおじさんに遠慮してしまうと、番組の空気が滞留する。スタジオの空気を引っかき回すサーキュレーターとして機能する女性タレントが欲しいと思った時、ぶちかます暴れ役としての立ち位置にふわちゃんはぴったりハマっていたんです。沈めし、番組の中心となるおじさん MC とのセットに、若い女性ではなく若い男性ではダメなのか 前出の示し,し曰く、若い男性だとそちらに視聴者の人気が持っていかれてしまって、MC のおじさんを立てないといけない場合にやりにくいのだという。つまり、キャスティングにおいて若い男性は視聴率狙い、若い女性は出演者のおじさん受けということだが、静めしが続ける。基本的に、年齢問わずなぜこの人がテレビに出ているのと疑問に思う女性がいたら、 大体混ぜっ返し役で、おじさんに都合のいいタイプだと思って良いと思います。三浦瑠麗さん43なんかも率直すぎて苦手と思う視聴者もいるでしょうが、賢くて綺麗な女性にズケズケ言われたいおじさん層には刺さるんですよ。そうした番組の出演者に求められるのは、世間からの好感度ではなく、じゃじゃ馬ぐらいがちょうどいいというわけだ。 しかしそうなると視聴者は置き去りにされ、内輪は受けの番組作りにはならないのか。実際そうなっているから、テレビ離れが起きているんですよね。ただフワちゃんの場合、さすがにキャスティング側としても、遅刻や他の共演者への失礼が目に余るようになって、出演本数は激減しているようですが、全道。2020年5月23日放送の激レアさんを連れてきた。 テレビ朝日系では、ブレイク前のエピソードとして、同じ仕事を10分と続けられない、ため口接客などで10回連続バイトをクビになったことを明かしていたフワちゃん。